真是大概一分钟。陕西面女人西面大家好，我是上上西伯，今天是星期六，所以是上上西面出发。今天的话题是这个日本婚礼要多少钱。最近我周围的朋友们一下子都结婚了，結婚式にたくさん呼ばれるとご祝儀といわれる日本式の本場を渡さなければならず、どんどん貧乏になってきます。大体平均だと3万円くらいかな。親しい人なら5万円、親族なら10万円とかですが、僕は結婚式になかなか呼ばれないので貧乏になりません。なぜなら友達が少ないからです。羨ましいだろう。那么举办婚礼需要多少钱呢？我们看看一个例子吧。例えば60人集めて結婚式をやる際に必要な額は約300万円と言われています。内訳を見てみましょう。日本の結婚式は神社と教会などで行う挙式とレストランで行う披露宴の2パートに分かれます。ある統計によると挙式は約25万円くらい必要で、披露宴は食事があるのでお金が結構かかります。料理、飲み物、会場費などで1人2万円かける60人で120万円、会場の装飾や招待状、印刷物なので合計30万円、新郎新婦の衣装はレンタルでも合計50万円くらいかかります。出席者60人へのお返しのプレゼントに25万円、写真や映像撮影および編集などで約30万円、披露宴の音響照明機材や司会者などの人件費などで約15万円。これで合計あっという間に295万円です。もちろんもっと安くすることも、もっとお金かけることもできますが、これが大体の平均だそうです。你们觉得贵不贵？在中国的话需要大概多少钱呢？でも出席者からの本場もあるので、大体半分から3分の1程度は回収できるみたいですね。なので自分たちで準備する額は100万円ちょっとといったところでしょうか。でもやっぱり女の子にとっては特別な日だし、いろいろこだわりもあるので、どうしてもお金がかかってしまうんですね。好，那最后跟我一起学习日语吧。今天的日语是这个。新婚初夜，新婚初夜，结婚后的第一个晚上。中国的话跟朋友们一起度过，但是日本的话，新郎新娘两个人一起度过甜蜜蜜的时间，他们会干什么？你懂的。好，那今天就到这，今天就我的微博、微信还有这个频道，那明天见，拜拜。